主要3和音のうち5に当たる和音はセブンスコードになることがあります。セブンスコードというのは高音から数えてセブンス、つまり7番目の音を足した形になります。波長調、先ほど見ていただいた波長調の中で5の音というのは1、2、3、4、5、ソから始まる和音、つまりこの G の和音がセブンスコードになることがあります。高音から数えて、ソから数えて7番目の音、1、2、3、4、5、6、7、このファの音を G の和音に足した音、このソシレプラスファ、この4つの音が G7 といってセブンスコードになります。ただ4つの鍵盤を押さえるのが大変だという場合は、このソシレファのうち1つ省略することができます。この4つの音の中でソは高音、そして3つ目のシ、この音は長調を表すために大事な音、そして先ほど出てきたファ、この7番目の音のファはセブンスを表すために大事な音ですので、この残ったレを省略することができます。このソシファが簡単バージョンの G7 です。